定番 1.10 万勝負。来た来た、久しぶりに第2弾ですよ。前回ね10万勝負じゃんけんで選んで、1点な、はい、いきました。で勝ちましたから、1.4 倍なんで14万になった。はい、いきますか。いこういこう。じゃんけんで勝った方が、男気じゃんけんやから勝った方がその勝負をできる。そう、かけれるってことだよ。かけれるの嬉しい、ありがたいことに。俺がもし勝ったら14いくから、前回のああ不調を転がす。いくか、勝った方やね。最初はグーじゃんけんほい。もういらんねんこんなん。最初はグーじゃんけんほい。最悪あって、あ、オッケー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 。最悪じゃないよ。最悪じゃない。最悪って言ったらダメよ。だって勝った方がかけれるわけだから。じゃあ僕が10万勝負やります。レースを持って決めてください。わかりました。はい。まあでも今日比で言ったら G1 のマイルチャンピオンカップあるから。もしブラックモーン単勝、ブラックモン単勝使う、もし当たったら4900万になるんですよ。いかんから。4900万おもろい。4900万当たったとしたら、それお蔵入りにする。怖い映像やもんこれ。副賞じゃなくても。あ、いいよひろき。はい、サリオスどうも。オーストはいける？オーストきつい。でも結局やっぱグランアレグリアはデータ的には、グランアレグリアはもう必ず来るから。いや、グランアレグリアと何かの生まれ 1.10 万とか。マジでそれいくな。うん、面白いか。ワイドワイドあるじゃん。競馬芸におった浜ちゃん、壁ポスターの浜田。どうも、壁ポスター浜田です。競馬大好きなんですよ。めちゃくちゃ好きです。めっちゃ好きです。理論派やもんね。めちゃくちゃ理論派です。サリオスどう思う？僕はサリオスから買います。お、はい。それは理由は？理由はやっぱ1600mやったらコントレールにも勝つと思ってるんで。マジで？サリオス、はい。まあ2000、2400やっと負けましたけど、1600、まあもしくは1400やったらサリオス勝ってっちゃうかなと思います。距離はベスト。距離ベストやと思います。はい。グランは間違いなく来るよねでも。いや、グランも来そうですけど、怖いんがやっぱ前走と感覚詰まってるんがちょっと怖いですね。初めてやと思うんで。すげえやつも見るの。まあまあとりあえず浜ちゃんはサリオス。僕はサリオス。対抗はまあインディチャンプ。お、インディチャンプ。はい。そのサリオスが来る自信度を寿司のネタで。寿司のネタ。サリオスが1着に来る自信度寿司で言ったらイワシ。イワシ。ハマチとか大トロとかやったらイワシか。イワシっす。ちょっとこれ動画見てない方見てほしいんで、ぜひ北海道クイズっていうのをやったんですよ、オズワルド。過去にね。え、カンニングしとったよ。もう見返してください。カンニングしてたんで、北海道クイズしてたとしても追いすぎだし、絶対もう逃がしてやっていいですか。ずっと探しとったよ、1ヶ月ぐらい経ってるから。あの時さ、妹さんのパンって俺ら7枚ぐらい稼いでんけど、いつ発送してくれるの。そのわけないの。ちゃんと伝えてくれた。連絡先教えるから直接交渉してる。いや、連絡先よりパンティー。連絡先いらんからつながるから、パンティーの作品。ごめん邪魔してごめんなさい。ありがとうございます。競馬芸人もう一人いました。ナイスナイス。下ちゃん。お願いいたします。皇帝の下田君です。よろしくお願いします。真ん中にいいですか。はい。YouTube の企画で 1.10 万勝負。いく。どう思う？え、10万ですよね。何本にしたいですか。まあギャンブラーな考えが。何本にしたいかによります。コンサルの人。そらもうほんまのこと言ったら、負けたくないだけ。だからまあ言ったら。1.3 倍とかでもそれは当たったらもう。そうそう。こんなんもうレシステンシャとサリオスのワイドで。グラン切るん？いや、グランでもいいですけど。こう勝つやん。はい。次転がしていく。うわあ。前回10万勝負いって 1.4 倍勝負では14万。うわ、え、そう。そうだから今次はもうちょっと。次俺が10万からスタート。いやでもじゃあそれレリーさんやってるんやったら、その10万が14万になってもしゃあないですよ。お。行きましょう。10番ブラックムーン。そうなんですよ。僕らブラックムーンけど、ブラックムーンはマジで3着あります。マジで3着あります。あ、でも穴すぎ。まあまあ、じゃあ下はブラックムーン推し。ブラックムーン推しで。なるほど。これもぜひすごい楽しみ。ブラックムーン自信度を、どれだけブラックムーン来るかの自信度を寿司のネタで言って。あ、いいですか。ブラックムーンの赤貝。俺はこれはもう王道とかちゃうのか。赤貝です。スタート大臣。これ浜ちゃんと。いや、サリオスはもう外なんで多分最後の差しにかけてると思いますし、昨日外差し決まってたんで阪神は。実況はいいと思います。はい。逆にハイペースになればなるほど外差し決まると思うんで。ありがとう。はい。グラン行くなこれは。ここいますわ。そうですね。あ、もっとペース上がってほしい。ブラックムーンは。ブラックムーン多分最高峰です。さあさあさあ、最終コーナー回って。さあ行け、最後直線。4来ない、4来ない。浜ちゃん5。サリオス頑張れ。12勝してこい。サリオス伸びろ。来た来た来た。4来た。サリオス伸びろ。17来た。48。最悪や。最悪や。ちゃんとした。もうワイド外しよったで。1、2番人気のワイド。一番バカみたい。もうほんまにこの企画いらんす。これからもやっていこう。やる。こんなんマジで200万再生回ってくれな。間に合うな。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最終1万円だけ勝負します。ちょっとでも取り返したい。泣きの一家。1万円だけ。ああ、それでも。1万円で取り返そうとしてます。10万円を。させ。伸びろ。伸びろって。伸びろって。え。10、11、15。取りました。おお。まだ暫定ですけど、8000円勝ちました。10万取り返すまであと9万、約2000。取れ高なるかこれ。10万勝負した後の7、8000勝ち。